どうもこんにちは。ライブ 2D 研究所所長のシャーリー峰幸です。前回の動画好評いただきありがとう。海外のみんなからもたくさんコメントをいただいたので、英語と中国語の字幕をつけることにしたぞ。はーい、ニハオ。下のメニューから字幕を設定してみてほしい。そして今回は10分でわかる1ミリも知らない人のためのライブ 2D の始め方ということで、ライブ 2D 名前は知っているけど何から始めたらいいのという人のために、そもそもライブ 2D とは何なのか、ライブで 2D ってどういうことなのかっていうところから、実際に触ってみるところまでざーっと紹介していこうと思う。それでは行ってみよう。ライブ 2D とはざっくり言うと 2D のイラストをそのまま立体的に動かせる表現技術のことだ。代表的な用途としては、こういった VTuber やゲームの会話シーンでの立ち絵、動くイラストなんていうのがあるぞ。最近は映像制作ツールとしてもどんどん進化していて、映像用の機能を駆使して制作したショートアニメーション Beyond Creation はこの前なんと100万再生に到達したんだ。やったね。まだ見てない人はこちらもぜひチェックしてほしい。次にメリットとデメリットを紹介しておこうと思う。 3D と比べた時のメリットとしては、まずイラストの魅力をそのまま活かせること、これが大きいね。あとは制作コストや衣装替えのコストが比較的かからないことも魅力かな。逆にデメリットとしては、リアルタイムで手を動かしたりするのはちょっと難しかったり、180度とか360度くるっと回ったりするような表現は、まあ、不可能ではないんだけど、可動域を増やそうとすると 3D 以上に大変になることもあるんだ。まあ何はともあれ、描いたキャラクターをそのまま動かせるという意味では始める敷居が低いのがライブ 2D の良さでもあるので、絵を描く人はその延長としてとりあえず触ってみるのもいいんじゃないかなと思う。まずは必要なソフトをダウンロードしてみよう。ライブ 2D で Google 検索すると、一番上に出てくるライブ 2D キュビズムというページからキュビズムエディターがダウンロードできるぞ。このキュビズムエディターというのが、ライブ 2D モデルを作ったり、ライブ 2D を動かしてアニメーションを作ったりするソフトの名前なんだ。ちなみにこのキュビズムエディター、42日間は無料で全ての機能が使えるぞ。トライアル期間後もフルに使いたい場合は有料版の購入をおすすめするが、とりあえず42日間あればモデル1体は作れると思うので、一通り使ってみてから考えてもいいかもしれないね。ライブ 2D の仕組みを知るために、一から急に何かを作るというのはちょっとハードルが高いと思う。なのでまずはサンプルモデルを見てみよう。キュビズムエディターを起動して、ヘルプからサンプルモデルをクリック。サンプルモデル集のページから好きなモデルをダウンロードしてみよう。スタンダードなものとしては、下の方にある百瀬ひよりちゃんがおすすめかな。自分の作りたいイメージに近いモデルを選ぶといいと思う。ダウンロードしたフォルダの中の M と書いてあるファイルがライブ 2D モデルのデータ、 A と書いてあるのがアニメーションが記録されたデータだ。まずはモデルデータをキュビズムエディターにドラッグ&ドロップで読み込ませてみよう。モデルが表示されたらパラメータパレットを見てみよう。ライブ 2D では各オブジェクトごとの変形や移動、回転などの情報がパラメータのキーに記録されていて、このパラメータを動かすことによって様々な動きを表現することができるんだ。いろんなパラメータを触ってみて、どんな動きができるのか確認してみよう。ちなみに右クリックでキーの位置に自動で吸着したり、右の矢印から選択をクリックすれば、そのパラメータで動くオブジェクトが何なのか確認することもできるぞ。次はアニメーションデータを読み込んでみよう。シーンごとにアニメーションがあるので、いろいろ見てみると参考になるぞ。自分で作ってみたいときは、シーンパレットからシーンを新規作成しよう。作成したシーンにモデルをドラッグ&ドロップで読み込んで、モデルやキャンバスのサイズをいい感じに調整したら、モデルトラックのライブ 2D パラメータを開いてみよう。タイムライン上にパラメータを動かしながらキーを打つことによって、こんな感じでアニメーションを作ることができるぞ。よーし、ライブ 2D の仕組みがなんとなくわかったぞ。
ということで、いよいよ自作のモデルを作ってみよう。素材分け、動かしたいパーツごとにレイヤーを切り分けて整理しておこう。動かした時に見えてしまう部分もしっかり書き足しておくんだぞ。 PSD 読み込み、切り分けたイラストは PSD ファイルで保存してキュビズムエディターにドラッグ&ドロップで読み込もう。メッシュ割り、イラストをきれいに変形させるためにはポリゴンをある程度細かく割っておく必要があるんだ。オブジェクトを全選択してメッシュの自動生成をすると簡単にできるんだが、細かい部分は手動で調整した方がきれいに仕上がるぞ。デフォーム配置、メッシュを変形させたり回転させて動きをつけるためにデフォーマというのを作っておくと便利だ。デフォーマを制すものはだいぶ 2D を制す。ワープデフォーマと回転デフォーマを使い分けて立体的な動きを生み出すんだ。パラメータの作成、作成したデフォーマやメッシュを変形させてパラメータに記録しよう。表情や顔や体の角度を自分の思った通りの形に絵を描くような感覚で作っていくんだ。命が吹き込まれている感じがして超楽しいぞ。よし、これでライブ 2D モデルの完成だ。ちょっとテンションが上がってしまった。さすがにざっくりすぎたかな。ただしっかり解説しようと思うと何時間もかかってしまうので、詳しい作り方は公式のチュートリアルやマニュアルを見ながら進めていくのがいいと思う。ライブ 2D チュートリアルで検索すると公式のチュートリアルページが見つかると思う。いくつか種類があるので紹介していこう。図形で覚えるライブ 2D、 アートメッシュとかデフォーマとかパラメータとか耳慣れない単語が多くて何が何だかわからない。まずはライブ 2D の基本的な仕組みについてしっかり理解しておきたい。そんなしっかり者の君は左の図形で覚えるライブ 2D をさらっておくといいだろう。ライブ 2D の基礎がしっかりわかるチュートリアルになっているぞ。基本チュートリアル、ライブ 2D の仕組みはまあ大体わかったし、実際にキャラクターモデルを作る方法を具体的に知りたい、自分のオリジナルモデルを作りながら覚えたい、そんな効率重視な君は真ん中の基本チュートリアルを見ながらモデリングを進めていくといいだろう。一般的なキャラクターモデルの作り方を順を追って解説しているチュートリアルになっているぞ。テンプレートチュートリアル、ライブ 2D の仕組みとかもうどうでもいい、クオリティもそんなこだわらないし、簡単なものでいいからとにかく早く完成させたい、そんなせっかちな君は右のテンプレートチュートリアルを見てみるといいだろう。シンプルなモデルであればテンプレート機能を使って簡単にライブ 2D モデルを作ることができるぞ。ただしテンプレートモデルとかけ離れたデザインだったり、綺麗に動かすためにはやはりしっかり仕組みを理解して手動で調整する必要が出てくるので注意が必要だ。最後にマニュアルの紹介だ。ライブ 2D マニュアルで検索すれば公式のマニュアルも出てくるぞ。こちらは機能ごとにさらに詳しく解説してあるんだ。トップページや左のメニューからは制作工程ごとに詳しい使い方が調べられるし、具体的に知りたい項目がある場合は右上の検索窓から検索して調べることもできるぞ。マニュアルやチュートリアルの他にもさらにしっかり学びたいという人のためにライブ 2D 塾という会員制のオンライン講座や添削サービスも予定しているぞ。ライブ 2D 塾に関してもこんな内容をやってほしいなんていう意見や要望などあればぜひ聞かせてほしい。というわけで今回はライブ 2D を1ミリも知らない人のために基本的な仕組みや制作の流れをざっと紹介してみたんだが、いかがだったかな。途中ちょっとテンションが上がってしまって申し訳なかった。何から始めていいかわからないっていう人にとって始めてみようかなと思うきっかけに少しでもなったらいいなと思う。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしく頼むぞ。それではまた次のレポートでお会いしよう。